新島は、小笠原諸島の父島列島の一部をなし、東京都小笠原村に属する無人島。兄島の空中写真。2014年撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小笠原諸島の主島である父島とは幅約800メートルの新島。 瀬戸を挟んだすぐ北に所在する。現在、島全体が国有地となっている。当初無人島であったが、1888年に二人が入植した。しかし、地形全体が岩勝ちで水を得ることが難しかったために継続的な移住は行われなかった。そのため、大正時代に旧日本軍によって買収された。小笠原諸島は、 本土とは大きく隔たれているにもかかわらず、アクセスは事実上船白のみに限られているため、アクセスを容易にするための空港建設が要望されていた。新島は、父島のすぐ北側にある上に、島の中央部が比較的平坦な地形をしており、小笠原諸島が日本に返還された直後に、策定された復興長期計画の中で空港建設予定地とされた。 そして1987年6月の小笠原諸島返還20周年式典の席上で東京都知事の鈴木俊一は蟻島に空港を建設することを表明した。しかしこれまで本格的な人間の定住が行われたことがなく小笠原諸島の中では自然の保存状態が良好であった蟻島に空港を建設することに反対意見が紛失した。 1991年には研究者たちが行動で、兄島の空港建設予定地の調査を行い、小笠原群島特有の完成帝牧林が良好に、保たれている兄島には、父島や母島では絶滅した、陸産海類が10種以上も生き残っていることが判明した。そして父島列島の主要島である、父島、新島、弟島の中では、新島は、 小笠原諸島本来の生物多様性を保っていて、機化種も少数に止まっている、極めて良好な自然環境であることが判明した。1996年1月、環境庁は東京都に対してアニシマの空港建設計画見直しを求める文書通達を行った。これを踏まえて東京都は小笠原環境調査委員会を設け、 小笠原群島全体の自然についての評価が行われた。この結果、新島全域が無条件保護、保全地域とされたため、アニ島の空港建設計画は頓挫した。現在世界遺産の自然遺産としての登録を目指している小笠原諸島の中で貴重な生態系が保存されている新島では、現在の良好な自然環境を保護するとともに、 環境に供与を与えるクマネズミなどの外来種の駆除が計画されている。ありがとうございます。